はい、おはようございます。ペン自慢生の苦手さよならペン字のうんぬんかんぬんやっていきたいと思います。今日はリクエストの文字を2つやろうと思います。だいぶ前にですね、パート27だと思いましたけど、渡辺でもこの字をやってますし、昨日やった、炭酸の酸、酸素の酸の、左側ですね、ちょっと雰囲気が違うので2つ同時にやろうと思います。まずこのあたりという字ですけど、中心を見てください。いいですかね。ほとんど、中心にからだいぶずれてますね。ほとんどがずれてて、多少こう被るぐらいですね、中心に。でここふっくら右上がりで、まずここ下げてくださいね。上から書かずに、ここの点を上にしてだいぶ下げた状態から始めます。ふっくら右上がりで、ここもこうちぼめていって、次に向かって跳ねるですかね。電車通りますねですかね。ふっくら右上がり、ちぼめて、次に向かって跳ねる。でここ一度押さえて払う。あんまり払いすぎないようにしてくださいね。この上の長さ以内にしといてください。で続いて新尿ですね。新尿をかっこよく書いて、この刀という字はワイドに大きく書いて、新尿をかっこよく書くとこの字は上手に書けます。でだいぶ上の方にこの点ですね、一度押さえてギューッと右肩下がりに押さえて、次に向かって跳ねて右上がりですねですかね。でここ揃えてくださいね。はい、点の終わりとこの右上がりの終わりを揃える。でここはギューッと丸くして後ろに下がってくださいね。ぶつからないように。でピッと戻ってください。横にした M のような、ここを丸くするといいですね。ジグザグよりここ丸くしてください。で一度降りたところから上に上がって、ギューッとこう急降下してピッと1対2ぐらいでしょうか。たまにこう上にピンとこう上がっちゃう僕もよくあるんですけど、あまり上に上がらないように平らに角度を変えてください。はい、滑り台のような感じですね。はい、でこちらよりこの刀の右側より少ししっかり出してくださいね。はい、でここの勾配もたっぷり出してください。いいですかね、ここの隙間。ぐっと丸くして後ろ下げる。でここの点とここの終わりを揃えると。でこの上のスペースを開ける。でこちらここを開けるという感じですね。続いて鳥ですね。こちらは中学校ぐらいで習う字ですね。はい、ふっくら右上がりいいですかね。で下のこの肩幅よりは小さくしておいてください。短くですかね、同じにしないように少し短くして。で続いて昨日はやらなかったですね。ここ、両サイドこうちぼまっていくんですけど、こちらはギュッと、まあ反り腰じゃないですけど反って内側にへこんでるような感じですね。でこちらは極端に言うと外側に膨らんでるような、まああえて膨らます必要はないですけどね、なだらかにこうちぼめて、こちらはギューッとこうちぼめるっていう形ですね。比率は同じような感じでいいと思います。ですかね、こういう感じで、あまり極端にやる必要はないです。はい、で続いて中のこのカタカナのルみたいなやつですけど、ここ昨日もやりましたけどね、こちらは上、スペース開けてください。ちょっと低いところから始まっての文字書いて、で続いてこちらはくっつけて高い位置から、今度はこちらが、高い位置でここスペース、こちらは上がスペース、いいですかね。この差を出してくださいね。こちらは低い位置から始まって下まで、こちらは高い位置から始まって高い位置で終わると、いいですかね。でここふっくら右上がり、ここもふっくら右上がりですかね。感覚あんまり狭くなりすぎないようにしてください。
でここも少し開けると大人っぽくなります。あとここですね、昨日も言いましたけど、ここの隙間があまり狭いと格好悪くなるので、ある程度スペース空けてください。でここもまあくっつけてもくっつけなくてもどちらでもいいですね。ここ、こういうとこ開けると少し大人っぽくなります。はい、でここのスペースもある程度取ってくださいね。はい、それでは一度ずつ書いてみます。ほとんど中心から逸れてますね。ちょっとかぶるぐらい、ふっくら右上がり、キューッと丸く、次に向かって跳ねる、一度押さえてシュッと、でここよりだいぶ高い位置に点を置いて、ピッ、右上がり、丸くして後ろ下がって、でここ一度上がってピッと、はい、ここふっくら右上がり、下より肩幅狭めですね。で一度押さえて反り腰、ふっくら右上がり、こちらはふっくらとした感じで一歩見てください。でこちら上、離してシャッと、でこちらくっつけて早めに折れ曲がると、でふっくら右上がり、ちょっとスペース空ける、ふっくら右上がりですね。でここもちょっと今ちょっと失敗してますけど、下を少しはみ出すといいかなと。右側だけでもはみ出てるとかっこよくなると思います。はい、それでは真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。